朝六は17世紀前後に書かれた立志朝鮮の史書で著者は同王朝の最小流清流。文読、慶長の役を記録したもので重要な資料として韓国の国宝第132号に指定されている。1592年から1598年にわたって日本軍が朝鮮に侵攻する前兆から朝鮮朝廷の行動と民国の動態。 日本軍と朝鮮及び民国の交渉と裏取引等に関しても軍六慶長の役の一部始終を詳細に記したもので著者の劉成立は戦乱勃発当時に朝鮮朝廷の高官であった。日本の侵攻に備えて立春心を全羅佐道水軍節土詩に推薦したのも柳であったが豊臣秀吉の朝鮮侵攻の意思を見抜けなかった。 金正一を支持していたこともあり、その責任を問われて一時官職を罷免された。龍成立達は白衣従軍として王の身辺を守り、それが認められて、再び平安道偵察し、三道と大殺しと重役を任された。このように、文読、慶長の役の際、朝鮮朝廷の側近にあった龍成立達は隠居して故郷に引きこもった際、長六を表した。 長六のタイトルは、司教修章、小編首相にある、よその長次交換から取られている。長六には、数多くの逸話が記されている。その代表的なものを以下に挙げる。長六の成立年は不明。龍成立が1598年に正解を離れ、継承道安東に隠居してから書かれたものである。その観光年も不明。古漢本は2種類あり、一つは、 十六巻本、もう一つは二巻本である。その内容からして十六巻本が先に登場し、後に二巻本が生まれたとみられる。十六巻本の構成は以下の通り。1695年、山和や伊兵が京都で二巻本の長録を訓読をつけて刊行した。これにより、日本側に文読、慶長の役での朝鮮側の事情が伝わることになった。 真珠城で二度の激戦を繰り広げ、も、クソとして恐れられた、朝鮮の武将の金事便が、実は一度目の工場戦で戦死していたこと等も、この時になって伝わった。一方、朝鮮側では、長禄が日本に出回っていることが物議を醸し、1712年、日本への書籍の輸出を禁止する等の騒動になった。漢文、編集日本語訳、編集英語訳、編集、我、 それ超手後のわいを、に痛むところがあって、今しめを知り、後のわいを用心しよう、のい。超、プニッシュ、レプリマンド、ウォーン、ガードアゲンスト、テイクケア、コーション、僕証明薬、超六百9 7 9年、P7 から9、僕証明薬、超六百9 7 9年、P18 から21、僕証明薬、超六百9 7 9年、 P44、僕証明役、長6 9 7 9年、P227、僕証明役、長6 9 7 9年、P267。ありがとうございます。